皆さん、こんにちは。本日は野球界のスーパースター大谷翔平選手と愛犬デコピンによる奇跡の始球式について、そしてその後の大谷選手の驚異的な活躍についてお伝えします。ドジャースタジアムは大谷翔平選手と愛犬デコピンのボブルヘッドが配布されるということで、試合開始6時間前から長蛇の列ができるほどの大盛況でした。通常ボブルヘッドの配布は試合開始3時間前からですが、この日は特別に5時間前から開始されました。それでも球団は開門時間を2時間早めるという異例の対応を取り、空撮ヘリコプターまで飛ぶほどの注目度でした。ボブルヘッドは通常2万5000個が用意されますが、この日は特別に3万個が準備されました。さらに1000個限定の金色バージョンも用意され、ファンの間で大きな話題となりました。中にはこの金色バージョンを手に入れるために前日から並んだファンもいたそうです。そして試合開始直前、ファンが待ちに待った瞬間がやってきました。なんと背番号17番のデコイと書かれたホームユニフォームを着用したデコピンが大谷選手に抱えられて登場したのです。場内は大歓声に包まれ、ファンは興奮のるつぼと化しました。大谷選手はデコピンをマウンド上に下ろし、自身は本塁へ移動しました。そして大谷選手の合図でデコピンがボールを口にくわえ、本塁へ一直線に走り出したのです。デコピンは見事にストライク投球を成功させ、大谷選手とハイタッチで喜び合う姿にスタジアム中が感動の渦に包まれました。この愛くるしい始球式に SNS 上でも大きな反響がありました。 X では、なんてお利口、デコピン始球式かわいすぎ、デコ天才、デコピンの始球式かわいいし賢いし最高か、マジで驚きましたといったコメントが寄せられ、ファンの心をつかんだことがうかがえます。さらにこの日は大谷選手の妻であるマミコ夫人も三塁側で観戦しており、デコピンのストライク投球に拍手を送る姿が見られました。家族ぐるみでの応援に大谷選手の心も温まったことでしょう。そしてこの素晴らしい始球式の後、大谷選手は試合でも驚異的な活躍を見せました。第1打席、1回のノーアウトからオリオールズの右腕バーンズ投手のスライダーを捉え、右翼へ先頭打者先制42号ソロホームランを放ったのです。このホームランは打球速度 107.7 マイル、約173キロ、飛距離412フィート、約126メートルという強烈な一発でした。デコピンの見事な始球式に応えるかのような素晴らしい一打でした。この42号ホームランにより大谷選手は今季42本塁打41盗塁を記録。42-41という数字は史上4人目の快挙となりました。この偉業を達成したのはアレックス・ロドリゲス1998年、バリー・ボンズ1996年、ホセ・カンセコ1988年に続いて4人目です。さらに第2打席ではライト前ヒットを放ち、2試合連続のマルチヒットを達成。その後2塁から3盗に成功し、今季41盗塁目を記録しました。大谷選手のこの活躍にファンは SNS 上で熱狂的な反応を示しました。やったぜ大谷翔平ボブルヘッド、超激レア金色バージョンにファン熱狂といったコメントが飛び交い、ネット上では早速ボブルヘッドの転売も始まったようです。金色バージョンは数十万円の値がつくほどの人気ぶりのようでした。この日の大谷選手の活躍はまさに愛犬デコピンのパワーが全開になったかのようでした。 FNN の報道では愛犬デコピンパワー全開と表現されており、多くのファンがこの奇跡的な一致に驚きを隠せなかったようです。中にはデコピンの始球式を毎試合やれば大谷選手は毎試合ホームラン打てるんじゃないといった冗談めいたコメントも見られました。大谷選手とデコピンの絆の深さは球場入りの様子からもうかがえました。ドジャース公式 SNS にアップされた写真では、大谷選手の表情がとても柔らかく、デコピンとの信頼関係が垣間見えます。
デコピンも嬉しそうに尻尾を振っており、二人の関係性の良さが伝わってきます。この二人の関係性に多くのファンが心を打たれたことでしょう。今回の始球式はドジャースの伝統にも一石を投じるものでした。通常ボブルヘッド配布日は選手の家族が始球式を務めるのが一般的ですが、大谷選手は5月16日のレッズ戦では地元病院の小児患者らを招待し、心臓病を乗り越えて野球に励む13歳の男の子に大役を任せました。そして今回はもう一人の主役であるデコピンがグラウンドに登場したのです。この異例の始球式にスタンド中が大注目し、大きな拍手が沸き起こりました。大谷選手の人間性や思いやりの心がこういった形で表現されることに多くのファンが感動を覚えたようです。さらにこの日の試合では大谷選手は1番 DH で先発出場。これはチームにとっても大きな意味を持つ采配でした。大谷選手の爆発力を最大限に生かすための戦略であり、結果的に見事な成功を収めたと言えるでしょう。大谷選手の活躍はチームメイトにも大きな影響を与えました。4番の T ヘルナンデス選手が逆転スリーランを放ち、ドジャースが5-3とリードを奪う展開となりました。ヘルナンデス選手は試合後、大谷さんの活躍に触発されて自分も頑張ろうと思えたと語っており、大谷選手の存在感がチーム全体のパフォーマンスを底上げしていることがよくわかります。この日の試合はまさに大谷選手とデコピンのショーと言っても過言ではありませんでした。始球式から本番の試合まで観客を魅了し続けた2人の姿に多くのファンが心を奪われたことでしょう。スタジアムには「翔平&デコイ」と書かれた手作りのプラカードを掲げるファンの姿も見られ、2人の人気の高さを物語っていました。一方でドジャースを追う人気レポーターキルステン・ワトソンさんも、この大谷選手とデコピンの人気に負けじと自身の愛犬ステラを紹介する動画を SNS に投稿しました。可愛いステラベイビーと題したこの投稿にファンからは2人とも、とっても可愛い、本当にキュート、双子ね、とっても美しいわと賛辞が殺到。さらにこの子のボブルヘッド人形をもらえるかもねと人形配布にちなんだ声も集まりました。ワトソンさんは先日大谷選手が40発&40盗塁を達成した際のインタビューでも話題になりました。同僚選手からのウォーターシャワーの巻き添えを食らい、ずぶ濡れになりながらも笑顔でインタビューを続ける姿が印象的でした。これからも大谷選手とデコピンの活躍に注目が集まることでしょう。彼らの姿は多くの人々に笑顔と感動を与え続けることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また皆さんの意見もコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。